日系カナダ人は日本人に家計期限を持つカナダ人やカナダ国籍を取得した日本人移民。バンクーバーやトロントのような大都市を中心に居住している。2011年時点で日系カナダ人の人口は10万9740人を数える。記録に残るカナダへの最初の日本人移民は1877年に ブリティッシュコロンビア州に渡ってきた長野万蔵である。移民の第一世代の多くは九州や本州の出身で、ほとんどがバンクーバー島やフレーザー川流域に暮らし、漁業などに従事した。当時の日本人の集中地にはバンクーバーの日本人街やスティーブストンがある。第二次世界大戦前の日本人移民は、その数が厳しく制限される1928年。 頃まで続いた。日系カナダ人には当初選挙権が与えられていなかった。そこに第一次世界大戦が起こると欧州を故郷と感じるカナダ人と日英同盟の関係で連合国寄りだった在カナダ、日本人の間で協力の機運が高まり在家日本人による義勇兵を派遣する運びとなった。そこには欧州大戦に参加することで 日本人に対する信用を高めて、化日本人の参政権と平等待遇を獲得する目的があった。欧州でも日本の正規軍が参戦すれば何らかの見返りを良い、しなければならないが、義勇軍なら欧州軍の指揮下で戦ってくれるので都合が良いという思惑もあった。他国の在外日本人で対戦に参加する者もいたが、中でも日系カナダ兵は、 志願兵だけで構成されていたにもかかわらず人数が多かった。こうした動きに対し日本国内では賛否両論だったが、カナダの日本人義勇兵の志願者は200名以上に上り、そのうち54名が命を落とした。対戦後の賛成権獲得も思惑通りにはなかなか進まず、義勇兵たちに選挙権が与えられたのは、対戦から十六年も経った百三十一年の ことだった。第二次世界大戦が勃発すると、日系カナダ人は財産を没収され、抑留を受ける。第二次世界大戦後、日系カナダ人は、抑留から解放されて、市民権を取り戻し、一世や二世に投票権が与えられた。カナダで1950年から1960年代に、生まれた人々は三世と呼ばれる。彼らは日本語をほとんど返さないが、 日本語を学習している者も,も存在する。3世の75%は非日系人と結婚している。ほとんどの4世は人種的にはかなり入り混じっている。2001年のカナダの人口統計資料によれば、日系カナダ人は明らかに非日系の配偶者と結婚、もしくは同居し、マイノリティ集団を形成している。2001年カナダの2万5千100カップルのうち、 わずか30%が夫婦とも日系のカップルで70%は非日系の配偶者を持っていた。同じく2001年の統計によればカナダの日系人の人口の65%はカナダの生まれになっている。なお、1967年以降にわたってきた移民の第二波は新移民と呼ばれ都市部に居住していることが多い。 1941年12月7日の日本軍の真珠湾攻撃から始まる大東亜戦争の最中のかの1942年、日系カナダ人も拘留された。総数2万881人、そのうち75%がカナダ国籍を所持していた。当時、アメリカでも同様の事態が起こった。戦後、日系カナダ人の財産、不動産は没収され、連邦政府は ロッキー山脈伊東の地域への移住、または日本帰国を命じた。その後1970年代後半から1980年代、日系カナダ人欲流に関する記録が公開され、1983年から全カナダ日系人協会によって損害賠償を請求する運動が開始された。ナハックは欲流によって生じた経済的な損失を算出すべく、 プライス・ウーダーハウス・クーパースにその業務を委託し、1986年に抑留時に4億4300万ドルの損失があったことを訴えた。この運動はリドレス運動と呼ばれる。1988年9月22日、ブライアン・マルルーニー首相は損害賠償を行うことを決定。賠償終了の1993年、 1> 約1万8000人の抑留された生存者があった。2011 National Household Survey, Data Tables, Ethnic Origin, Single and Multiple, Ethnic Origin Responses, Generation Status, Age Groups and Sex for, The Population in Private Households of Canada, Provinces, Territories, センサスメトロポリタンアリアスセンサスギーラ・モレシャンズ2011ナショナルハウスホールドサーベイ2016年4月12日閲覧工藤美代子黄色い兵士たち第一次世界大戦日系カナダ義勇兵の記録公文者、1983年6月 ISBN4 から770405308ありがとうございます